木村厚は、日本の政治家、内務、外務官僚、外交官、京都府知事を務めた。1891年10月、宮城県で、平民、木村正しくりの長男として生まれる。旧制、第二高等学校を経て、1915年に、京都帝国大学法科大学政治科を卒業。1914年に高等文化の試験に合格し、 1915年に内務省に入省。東京府内務部農省課長を務めた後外務省に展示、欧米局第一課事務官、在アメリカ合衆国大使館三等書記官、二等書記官、アジア局事務官、文化事業部事務官、文化事業部第一課長、第二課長、文化事業部文部書記官、シカゴ領事、マニラ総領事、在ポーランド公使館一等書記官、 在ポーランド大使館一等書記官フィリピン協会上無理事を務めた。1945年10月、地方長官内移動に伴い、新中軍との交渉に必要な語学力を買われて、幹線の京都府知事に就任。1947年3月に知事選挙に出るため退官。初の公選府知事に選ばれ。 1947年4月12日から1950年4月2日まで知事を務めた。食料お造産を中心に農村振興対策、林業対策、国土復興を重点目標とする産業5家年計画を進め、京都府立西京大学の設立を行った。1950年に行われた京都市長選挙の選挙違反に問われ辞任。辞任後は、 京都証券取引所理事長を務めた。長男の木村淳一は、1920年9月に東京府で木村敦氏の長男として生まれた。1943年に東京帝国大学法学部政治家を卒業後、高等文官試験業政科に合格し、定心省に入省。総務局に配属され、大阪定心局障害室主査を経て、 1947年12月に大津電話局長に就任。ありがとうございます。